アスワ山は福井県福井市にある山である。福井平野の中心にある独立した小山で多数の古墳群がある。アスワ川の南岸、福井市中心市街地から見て南西の郊外にあり、アクセスが容易な緑地として市民の憩いの場となっている。散策や夜景を楽しむ人も多い。山上はアスワ山公園として整備され、桜の名所となっている。 アスワ川、アスワ山公園として日本桜名所百選に指定されている。桜のほかアジサイも有名で、福井市はクラウドファンディングによる寄付で植栽を拡大している。また、福井歴史百景にも選定されている。1583年の豊臣秀吉の北の小城攻めの際、秀吉はアスワ山城、天馬が池付近に陣取ったと伝えられている。 アスワ山と呼ばれるようになったのは、明治期以降のことで、江戸時代は、木田山、あたご山と呼ばれた。福井藩の触れ書きから、すでに18世紀前半には、大勢の遊山客で賑わっていたことがわかる。さらに19世紀に入ると、北東側から登山道であるあた坂には、要求屋や電楽屋が立ち並んでいたという。ミニ動物園、フィールドアスレチック、携帯天皇像。 数年営業の数件の茶店などもある。また、福井県内をエリアとする放送局の送信書も置かれている。1953年に、阿蘇山公園に開館した福井市立郷土歴史博物館は、2004年3月に市中心部の宝永山町名移転した。阿蘇山の西側部分にはかつて仮想場があったが、1999年に、 同市安田町に新火葬場が完成したため解体され、旧火葬場の周辺は市営墓地となった。墓地周辺には石切り場があり、青みがかった火山力業海岸、石谷石が産出した。2005年8月、市営墓地の一部が深さ30メートルほども陥没、崩壊する事故があり、石谷石の採石場の跡が地下に広く分布し、 これが折からの大雨によって陥没したものと見られている。なお、福井テレビは富士テレビ系がメインのため、これに合わせて8を選択した2の NHK 教育テレビジョンと岐阜放送のみ、FBC 福井放送、FM 保完中継局電波等2011年7月24日をもってすべての壺根が廃止されている。山公園の歴史、クラウドファンディングによる、 明日は山公園アジサイ食が完了しました。福井市明日は山福井歴史百景福井県柴田勝家討伐。本人は天満池に豊臣秀吉の生涯対抗期より北陸新幹線で行こう。北陸新越観光ナビ。 h t t p s w w w h o k u r i k u s h i n k a n s e n n a v i j p p c ス e <ゴ> w <イ> s a r t i c クル p h p i d ニュース0 0 0 0 0 6 2 7 7 2 0 2 0年4月26日」閲覧。日本歴史知名体系第18巻。福井県の地名。 1981年 P264 福井市通社編では1722年7月の触れ書きあたご山湯山を帯ただし時期の交湯につけを名りの字を紹介しているこの触れ書きではあたご山に大勢の湯山客が訪れ抗論や推挙に関わる事件が危惧されたため町人どもは湯山を慎むよう命じていた福井市編福井市通社編に 2008年、PP。転居となっている資料は、所持御用止め抜き書き下書き、松平文庫。明日は3期、越前国名赤校、松見文庫。1980年、PP。316から317明日は山。公園遊園地の施設案内福井市。自然史博物館 HP。ファットエ p c シーム選挙免許状等情報。 APC 無選局免許上等情報 ABCD 総務省北陸総合通信局福井放送の FM 補完中継局に予備免許 ABCNHK 年間 2016ABC 無選局免許上等情報 FBC ラジオのワイド FM4 月スタート予定から今日から地検電波総務省北陸総合通信局福井放送のラジオの難聴を 大幅改善マルチメディア放送の福井中継局に、予備免許、総務省北陸総合通信局、2013年5月20日、プレスリリースモバキャスサービスの提供状況、ジャパンモバイルキャスティング、テレビと呼ぶには面白すぎる、の TV、4年長で、サービス終了 IT メディア2016年6月30日2020年5月24日、閲覧、 放送大学学園の使用していた周波数及び部位排帯域の現状。総務省。2020年5月24日閲覧。ありがとうございます。